はい、ということで今回は茨城県の常陸那珂市坂面磯崎神社に来ております。はい、ということでこの坂面磯崎神社さん、いいでしょう。この参道がね、すっごく私お気に入りなんですが、ここでね、今この神社が売りにしているのは金運の神社としてのね、ご利益になります。というのが、まあ本当かわかんないんですけど、私が聞いたのは1億円以上のね、宝くじに当選した方が奉納した亀さん、幸運の亀が、こちらにあるからでございます。ちなみにご祭神は宿儺彦那の御事で、あと廃止神、一緒に祀られている神様は大名口の御事、すなわち大国主の御事でございます。で、ここのね、坂面磯崎神社さんは近くにあるね、あの岩礁の上に立つ鳥居で有名な大洗磯崎神社の兄弟神社と言われております。で、今ね、私が歩いているここは300年、樹齢300年を超えるね、椿とかタブノキといったものがずらーっと並んでいる。まあなんかね、いつも言うことが同じでちょっと悲しくなっちゃうんですけど、なんかね、ジャングルチックと言いますか、そういったものをほら、すごいでしょこれ。私ね、今まで2回だけ参拝したことあるんですが、本当ね、初めて来た時本当驚きました。ということで、まさにね、この素晴らしく美しい参道、一気にジャンプしてきますと、鳥居の前にね、こういう風に、はい、手水がございます。こちらで参ということでね、私早すぎたんでしょうかね、まあ、5時半は過ぎてたんですけど、ちょっと早すぎたみたいで、実はね、ここであったちょっとしたエピソードと言いますと、はいはい、私が来ておりますとね、警備会社の方が車で乗りつけて一生懸命不審者を探しておりました。はい、私は不審者じゃございません。はい、ただね、私と同じぐらいの時間にね、ご近所のお父様が一人参拝に来たので、どちらかが何かに、反応させてしまったということでございます。ということで、幸運の神様で、亀さんでございますということでね、当たりますようにと願いながら、この亀さんね、撫でるんですが、後でもう一回、この亀さん、20秒ね、参拝後にも出てくるんですけど、正式な、この亀さんの、この幸運をね、いただこうと思った時には、当たりますように、これ宝くじですよ、当たりますようにと言って、こうやってね、頭を撫でたり、甲羅を撫でたりすることだけではなくて、その間に大切なことがありました。さっき1、2、3って実は書いてありましてね、2番目にありました。はい、後でもう一度見直していただければと思います。私はこの2番目が抜けておりました。はい、まあなぜかって言ったらね、さっき言いましたように5時半過ぎ、5時40分前かな、という早すぎる時間に来ているために、はい、2番目はしたくてもできなかったということでございます。ということで、神社の方にね、向かいたいと思います。はい、見ての通りでね、あ、これね、左側にね、後でまた映しますけど、歴史上の人物、その人物が腰掛けたものがあります。歴史上の人物でございます。知ってる方はね、当然わかってるでしょうけども、そう言うと神武天皇かなと、あるいは大和尊の御事かなと思い浮かべた方いらっしゃると思いますが、違います。はい、ということで、その人物はね、まあ150年、いや、もうちょっと前か、いや、150年ぐらい前かな、までにはね、ご存命の方ですので、後で楽しみにしてください。そしてこの坂面磯崎神社さん、実はね、ここ映ってないんですけど、あとでほんの一部だけ映るんですけど、はい、左甚五郎の作と言われるようなものがね、ここに実はございます。ということで、まあ、実際参拝されてね、見ていただければと思います。そして私ね、いつも裏参りをしておりますが、左側ちょっと行ってみました。はい、こちらですね。はい、ということでね、
こちら鎮霊社とございますが、日露戦役の英霊をね祀った神社でございます。はい、昔はね戦役と呼んでおりました。はい、戦役という言葉の役とね、今使われている言葉の違いを見ていただければと思います。戦後になってね、おそらく GHQ によって強制的に変えられた文字だと私は思っております。はい、ということで、はい、参拝する前にね、ちょっと拙者さん、末者さん行きたいと思います。こちらね、お稲荷さんとかこんぴらさんとかね、天満宮とかね、有名どころがね、ずらりと並んでおりました。最後はね、水神社というんでしょうかね、水神社というんでしょうかね、ということで水神様なので、ね、もしかしたら、龍神様がいらっしゃるかもしれません。そしてこちらと、もう一つ、これね、見た目以上に実は大きな石なんですが、こちらは水戸斉昭公、最後の将軍徳川慶喜のお父上ですね、はい、が腰掛けたというもので、確かね、お祭りか何かがあってね、それを見に来たということだそうでございます。ということで、これから、参拝していただければと思います。こちらのご祭神は最初に出しましたが、スクナヒコナの御事でございます。スクナヒコナとオオナムチがいらっしゃいますんでね、ぜひ、金運だけでなく知恵とか健康とか、ぜひ何でもご祈願ください。どうぞ。はい、ということで参拝されたでしょうか。幸運の亀さんでございます。20秒間だけなんですけど、また、幸運を願っていただければと思います。そしてね、さっき文字で入れてたんですけど、こちらの神社さんね、スクナヒコナの御事はね、エビス様って書かれてるんですよ、由来記にね。あれはね、どういうことなんだろうなと、未だずっと初めて見てから1年半2年かな、ずっと疑問でございます。はい、ということで、今回はね、坂倉磯崎神社さんでございました。コメントお忘れなくお願いします。そしてこの狛犬がね、すっごく可愛い特徴のある狛犬でございます。ということで、これからもね、全国のいろいろな神社さん、皆様にご紹介したいと思います。ぜひ楽しみにしてください。で、今日のエピソード、実は私今日瀬織姫様に関するある本を出版社にね、直接注文いたしました。アマゾンだとちょっと高いんで、注文いたしました。それで、ね、私しっかり勉強しますんでね、ぜひともコメント、チャンネル登録、高評価お願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。